1838年の4コマ漫画、ハウツー、メイクザメアメア号ー、近建政治的な選挙を風刺している。アーロン・クラークは、アメリカ合衆国の政治家、ホイック島に所属し、ニューヨーク市長を務めた。ワージントンで生まれ、バーモント州で育ち、ユニオン大学に入学し、米英戦争にも参戦した。戦後、オールバニに引っ越し、 1814年から1820年にニューヨーク衆議会書期間を務めた。その後、ニューヨークの銀行で働き、富くじを行い、地方政治に関わるようになった。市会議員を務め、町の政治情勢に関わるの重要な立場にいた。1837年と1838年に市長に選出され、1839年に落選した。 1837年、1837年強行により、経済が崩壊し、多くの人々が失業し、ホームレスになった。労働者や中産階級の間では、ハードタイムズと呼ばれ、不満が高まっていた。人々の窮状を緩和するために、彼は、経済再生に焦点を当てた。彼の所属するホニック島のインターナル・インペルーベメンツに基づき、貿易を促進し、 雇用を喪失するために、公費で不当を建設すると公約し、ブロードウェイの西 5X100 フィートの区画の地下を一約一区画あたり5000ドル引き上げるだろう、との無謀な声明を出した。多くの民主党員による、ホイッ党は金持ちの党であるとの直感と調和し、民主党は貧困救済の代わりに強調した。この年、イコールライツパーティーが台頭した。この党は後に、 ローコフォーコスとも呼ばれるようになった。同党は1835年に民主党から分割され、インターナル・インペルベメンツと貧困総救済の両方に反対し、レッセフェールの代わりに独占と金と権力の統合に対して戦った。1837年にこの党が、モーゼス・ジャック、タマニー・ホールと民主党は、ジョン・ジェモルガン、ホイック党はクラークを擁立した。 イコールライツパーティーは民主党の票を分割し、ホイック党が市長選と市議会選で勝利した。結果はクラーク16,140票、モーガン12,974票、ジャック3,911票であった。たまにイホールはこの事態を深く反省し、民主党は真剣にイコールライツパーティーに対処することを余儀なくされた。貧しい市民の大多数の間で、 クラークの政策が裕福な市民。1838年、ザ・ニューリー、デッキン・サイルド・デマクラッツは、たまにイーホールの指導者、アイザック・バリアンを擁立した。しかし、結局は、バリアンが19,411票、クラークが19,930票で、クラークが勝利した。当時、ホイック等は大規模な不正選挙を行っていると広く、信じられていた。 1838年に当時は有権者登録法がなかったため、選挙は保育党任命の職員により管理されていた。その主張には、暴力的脅迫、選挙区外からの複数の投票、その他の不正行為などが含まれていた。1839年は、バリアンとクラークが再び戦い、両当事者が大規模な選挙違反を犯した。バリアンが2072票。 クラークが2万5票でバリアンが勝利した。選挙後大規模な抗議があり、バリアンは最初の任期中に有権者登録法案を成立させた。この法案は市内での選挙手続きを規則化し、将来の選挙での不正行為の発生率を減少させた。市長としてニューヨーク市庁舎の数ブロック北ブロードウェイのレナード通り近くに住んでいた。そこで 舞踏会を頻繁に行い、社会的支持を獲得しようとしたことから、ダンシングメイヤーの異名を取った。市長退職後、元の商売に戻り、ハミルトンカレッジの講演者となり、今でも演説に対する賞は彼にちなんで命名されている。市の直前の1859年に、彼に同賞が付与された。1815年に、キャサリン・マリア・ラムと結婚した。6人の子供がいて、 キャサリンは1832年に亡くなった。ニューヨーク州ブルックリンクで死亡した。妻と共にニューヨークマーブルセメタリーマンハッタンロー,アーイーストサイド、マンハッタンのクラーク家地下生動に埋葬されている。ありがとうございます。